では2の3番、下の図のように底面が AB イコール5センチ、AC イコール6センチ、三角、あ、角 ABC イコール90度の直角三角形で高さが6センチの三角柱がある。この三角柱の体積を求めなさい、ということでこういう問題です。それではまず、立方、三角柱の体積について整理しておきましょう。はい、こちらに行きます。角柱とか円柱の体積は底面積×高さです。まあ分かりやすいですね、底面積×高さで。ちなみに、三角錐とか四角錐、角錐と円錐の体積は底面積×高さ ×3 分の1になりますので、まあ、これ3分の1というのを忘れないといけません。それでは、再びこちらに戻って、まあ、底面積、これですね、これと高さが分かる。でこれを底面積と見ると高さは6センチで分かってるんですね。そうすると、この底面積だけ求めれば、この底面積と高さをかければいいと。さて、ここが直角三角形だということを注目してください。じゃあ直角三角形についての面積のヒントとなるのが、まあ、三平方の定理です。直角三角形の直角を挟む2辺の長さを AB とすると、で斜辺の長さを C とすると、 A 次乗足すプラス B 次乗イコール C 次乗です、ということです。でこれを使えばいいんですね。それではちょっと図を書いてみましょう。ここがこうですね、この3で、ここが5センチで、ここが直角、これ底面積の図を書いてるの、これ6センチ。そうすると、まずここの長さを求めればいいということになります。ここの長さですね、ここを、まあ、X センチメートルとしましょう。はい、そうすると三平方の定理で5の2乗足す X の2乗イコール6の2乗、これが斜辺ですね、6の2乗で。そうすると25プラス X 次乗イコール36で、 X 次乗イコール36引く25移行して、それで X 次乗イコール11ということは、 X イコールマイナスは辺の長さですからマイナスはないですので、ルート11になります。はい、ルート11と分かりました。ルート11ね。でそうすると、これは直角三角形ですので、これを底辺、これを高さとすると、ここは三角形の面積は、面積ですね、底辺×高さ×2分の1ですね、2分の1底辺、まあこれどっちを底辺としてもいいんですけど、ルート11で高さ5ということは2分の5ルート11で、これで、まあ、この面積が出ましたね。でそれに最後体積を求めるためには高さを出せばいいんですね。三角柱の体積で、この底面積に2分の5ルート11に高さである6センチをかければいいので、まあ、15ルート11、これ3、2と6約分できて3になりますね、15ルート11で、まあ、単位は、まあ、千葉県の場合には回答用紙に書いてくれてるから間違いないと思うんだけど、体積ですからこうですね、でこれが答えということになります。